この車なんだろうと思って、お前これに変えたのみたいな。僕はもうキラキラ輝いて見えてて、久しぶり見たよこれ。一回乗ると絶対魅力に取りつかれると思うんで、グッときました。父がカローラに乗ってて、そんなになんかこうかっこいいとか憧れたとかそういうことではなく、なんか自分の日常の中にあったので、それを大学の頃とかにちょっと借りたりして、でなおかつなんかマニュアルだったんですけど、楽しい車だなって思ってました。もともとなんか僕が好きで見てた海外ドラマで、その主人公の一人が途中でこの車に変わるんですよ。でそのこの車なんだろうと思ってずっと調べてたら、あ、スプリンターカリブなんだ。でもそのドラマの中では割とちょっとこうアメリカだとなんかこう、お前これに変えたのみたいな、なんかそういう印象の車だったんですけど、もう僕はもうキラキラ輝いて見えてて、まあ多分仕事柄形から入りたいっていう、多分そういう意味もあるんでしょうね。でこう、まあ、ネットとかで調べたら全然出てこなくて、弾数がないのか。で僕の知り合いの車好きの友達に相談して、 1,2 年ずっとなんかこうありましたよありましたよって見せてくれたんですけど、まあ、状態だったりあと色だったりあとは年代で全然形も変わるんで、ずっとなんかうーんっていう感じでいたんですけど、本当なんかピンポイントにやばいの見つかりましたって言って紹介してくれたのがこれだったっていうのがきっかけですね。主人公向きの車じゃないのもなんかこう魅力でしたし、多分そのドラマの中では割とメジャーな扱いはしてなかった気がします。そこも逆に魅力でしたね。グッときました。家族で出かける時もありますし、まあ、仕事で使ってる車でもあるので、まあ、僕の仕事はスタイリストっていう仕事で、洋服を借りてきたり洋服を現場に持ってったりっていう仕事なんですけど、やっぱりスペースが必要で、助手席はアシスタント、運転席は僕で、後ろの後部座席はもう誰も乗っけないで洋服が乗っかってるっていう状態ですね。みんな結構こう反応してくれるんですけど、結構僕の中では同業の人たちに反応してもらうより、駐車場のおじさんとかそういう人がやっぱ車好きな方も多いんで、写真撮らせてくれとか、なんか本当に歩いてて全然知らない人が久しぶり見たよこれって言って写真撮らせてくれみたいなのがなんか本当に最近多いので、それぐらいあんまり見ない車なんでしょうね。もちろん今のこう最先端の車もかっこいいし、電気自動車にも憧れはするんですけど、車って手間がかかって修理したりするのもせっかく高いお金出して買ってるわけだし、長くも乗りたいから愛情を持って接するものなのかなっていうのは、まあもちろんこの車に限らずどの車にもそれは思うんですけど、いや車は買った方がいいですね。新しい車でもいいし古い車でも、一回乗ると絶対魅力に取りつかれると思うんで、まず買ってみてそこからなんか魅力に取りつかれてほしいなって思います。本当に僕も車の中がなんか落ち着く時間だったりもするので、なんか
考え事したり音楽聴いたり誰かを乗っけてて深い話もできるし、家族で家にいる時間も好きだけど家族で車の中でこう喋ったり好きな音楽聴いたりする時間も好きなんで、ちょっと迷ってる人がいるんだったらなんかこう思い切って買ってみてもいいんじゃないかなって思いますけど、まあ、世界がパッと広く変わると思うんで。